はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回はカメラのお話というかね、ちょっと月が綺麗でしたので撮ってみましたというだけの動画になるんですけれども、今回撮ったのはこのカメラです。超有名というかね、もうファンの方も多いかなというふうに思います。ソニーの RX10M4 という、コンデジなんですけれども、これ後継機種出ないのかなとずっと思ってるんですが、なかなか出ませんね。なので2017年の10月6日発売なんですけれども、未だに現役の高倍率コンデジです。ただね、このコンデジ一つあるだけでもうあらゆるもの、そして胴体含めて撮影が可能になってますので、まあ評価も高い、そして未だファンの多く使われている方もいらっしゃるかと思います。なんといってもまあ筐体としてはね、でかいんですよ。これ一眼レフというかα7 よりもでかいんじゃないかなと思うぐらいでかいカメラなんですけれども、コンデジなんですけれども、なんといっても高倍率ズームということで、見てくださいね、これ 24mm からビヨイーンと、はい、600mm まで伸びる、このようなスーパーコンデジです。センサーとしては RX100 シリーズと同じ1型センサーを搭載しているので、 APS-C であったりフルサイズにはかなわないんですけれども、このようにこのコンパクトというかね、この焦点域に対してのコンパクトさっていうのはすごいですよね。なのでセンサーサイズが小さいからこそこのサイズでできているというようなコンデジです。そしてちゃんとこのように肩に液晶もあって分かりやすいですし、こんな感じで背面液晶もまあそこまで見にくくはないというのと、やっぱりソニーということでオートフォーカスは抜群にいいです。この機種はね、本当最新のモデルにも引きを取らないぐらいの、高速連写できますし、オートフォーカス可能になってます。ドライブモードをハイにしますと、これ何個もらったかな、やばくないですかこの速度感で撮影が可能ですので、オートフォーカス早いですし、そして連写もかなり早いということで、私は特にこの航空祭の時にこれだけ持っていつもね撮影しに行ってます。ブルーインパルスであったり戦闘機の編隊飛行といった時にこの 24mm から即座に 600mm までアップできる、そして展示飛行だけでなく、機種の展示、機体の展示にも対応できる。結構ねこう並べてある飛行機を収めようとすると、ああ広角いるなという感じがあるんですけれども、そんな時にもこの広角域から望遠域までね対応できるという感じで、非常に重宝しているカメラです。まあその他にもね、ちょっとした普段出かける時にもこれを持っていけばほとんどの焦点域というかカバーできるかなと思いますので、いろんな撮影の幅が広がるカメラかなというふうに思っています。そして 4K も撮ることができます。2017年発売ですけれども、もうこの時からね 4K30p までですけれども撮ることができますので、動画機としても全然問題なく使える。あとは手ブレ補正もついてますので、センサーの1型っていうのを除けばもうレンズもついてるので、このコンデジ1個買うだけで本当に撮影がね楽しくなるカメラだなというふうに思っています。若干重いですけれども、この大きさと重さに変えるだけのね価値はあるかなというふうに思ってます。これ値段も全然下がってないですね今。なのでこの後継機種とかどうなるのかなって気になっているところですけれども、今回 RX10M4 ご紹介しました。で話を戻しますと、月ですね、先日ちょっと綺麗でしたので、このカメラで手持ちでベランダから月を撮ってみましたので、どんな感じで映るかっていうのを参考にしていただければいいかなというふうに思います。いやなかなか難しいですね、ガチな方はフルサイズに100、400、まあ600とかのねお高いレンズをつけて撮るのかもしれないですけれども、この600mm のまで対応したコンデジで撮った月っていうのがどんな感じで撮れるかっていうのを、まあ月撮るために検討してるっていう方も少ないと思いますけれども、参考にいただければ幸いです。手ブレ補正もなかなか効いているかなというふうに思いました。超解像ズームを使って、結構大きく映すことができましたので、見ていただけると嬉しいです。ということで今回も見てくださりありがとうございました。皆さんこのカメラお使いでしょうか、どんな印象をお持ちでしょうか、またコメントいただけると幸いです。ということで今回も見てくださりありがとうございます。